それでは、ローマ人への手紙の8章を開いてください。ローマ人への手紙の8章です。そして、今日はこのローマ人への手紙のね、31節から39節、一番最後の部分を1節ずつ見ていきたいと思っていますがですね、せっかくなのでね、これまず全体を、読みたいと思います。全体を読みたいと思いますですね。どうしようかな、交互に読んでみようかね。あの詩編の続きではないんですけれども、あのせっかくなのでね、私が31節から読みますから、皆さんが32節と、続いて読んでください。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取り出していてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、送られる羊とみなされています。しかしこれらすべてのこ、すべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも力あるものも、高いところにあるものでものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。圧倒的な勝利者と、このようにパウロは宣言をしています。パウロがこれまで語ってきた、このローマ人への手紙の中で語ってきた福音の勝利がここに書いてあります。ですね。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、福音は私たちに救いを与える神の力ですと。ですね。福音は力なんだと。神の力なんだ。というところで、今日はですね、愛の力って言ったらいいでしょうか。神の愛から何者も私たちを引き離すことはできないのだというですね、この圧倒的な勝利をこれからじっくりと見ていきたいと思いますが、前回の続き、当然ながら続きになっていて、私たちがキリストが苦しまれて十字架につけられて蘇られて栄光に入られました。天に行かれました。でそれと同じように御霊によって神の子供とされた私たちも、この世において苦しみがあり、またうめきがあるんですが、希望があってですね、私たちは栄光の姿に変えられるということを学びました。そしてこの世にいる間に、この地上にいる間に、どうやって祈ればいいかわからないというような苦しみ、いろんな不条理があるけれども、御霊が、うちにおられる御霊がですね、その言いようもないうめきになっているところで取りなしておられると、祈っておられるって言うんですね。そして御心に従って祈っておられると、取りなしておられるということを言っていて、そしてあの28章28節ですね、神は神を愛する者たちですね、そして、神のご計画に従って召された者たちのために、すべてのことを、すべてのことをが共に働いて益となるように良きに計らってくださると、私たちはそのことを知っているっていう、あらかじめ御子の姿に変えてくださった、定めてくださっていて、そして、あらかじめ知っておられる人を定めて、定めておられる人たちを召して、召しておられる人たちを義と認めて、義と認める人たちを栄光の姿に変えてくださっていると、もう過去形で書いているってところを見ました。でここまでパウロは語ってですね、そして
今の時代において、もうこのように神が私たちに味方しておられるのだから、敵対するものは何もないというこの結論をですね、話していくことになるわけなんです。この世において私たちに対する神の愛を疑わせるものというのはいくらでもあるわけなんですね。それをパウロはいろんなところを通ってきました。パウロの人生だけを見たらですね、このなんか全然勝ってるように見えないけどと思えるかもしれません。もう続けて続けて悪いことだらけなんです。私たちの人生でもイエス様を信じたからといってバラ色になったっていう人を手を挙げてみてください。そんなことありませんよっていう人手を挙げてください。でここで手を挙げなかった人は一体どっちなんですかって聞きたいんですけれどもむしろなんでこんな悪いことが起こって、次にまたこの悪いことが起こってということが起こって、なんだ神様は私に敵対してるんじゃないか、何か物事は敵対してるんじゃないかというふうに感じるかもしれませんが、しかしパウロの生活に戻ると、人生に戻ると、倒れてるようで全然窮していない。よく見るとパウロは圧倒的に勝利してるんです。よく見ると、でこの彼の人生にもあるこの私たちを神様から引き離そうとしているかのように見えるものも、実はそんなことは全くないんだということをじっくりと見ていくわけなんです。31節で、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。まず味方なんだとパウロが言ってますけれども、もう一度言いますが、28節で、神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。神がすべてのことを相働かせて、善として良きに計らってくださると。これ見たらもう神は味方なんですよね。味方なんです。で、すでに5章の1節では、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いてありました。もう敵対していませんよということです。私たちが罪を犯すということは神に反抗している、敵対しているわけですから、神が制裁をする、神がその罰しなければいけないわけですね。こういう敵対関係にあったところを御子にあって、神の御子がその敵を受けてくださったので、神はご自身で和解をもう用意しておられる。それを受け取った者たちの間には平和があるんだということを私たちはすでに学んでいましたけれどもですね、そのように私たちは真理を与えられて知らされていても、苦しい中にいるとどうしてもですね、やっぱり神は私に反対しているのではないか、敵対しているのではないかというふうに感じてしまう。特にこの自分に賭けがないということではないんですよね。いろんなものがあるから、でそれがそれにをですね、神様がこの罪をですね、こうパーッと取ってきてですね、そしてお前はもっと苦しまなければいけないみたいな感じで、こうなんていうの、その賭けをあげつらってですね、こう、自分に対して苦しみを送っていくというふうに感じてしまうんですよね。感じてしまうんです。そういう、この感じてしまう人たちのことも聖書の中に出てきます。例えばエリアのによって助けられたヤモメですね。ヤモメがいますね。そしてもう本当自分の息子と一緒に死のうと思ったところが、エリアがよこしなさいと、それでパンを作りなさいと言ったら、その、油も残って、尽きることなくですね、そして、この粉の方も尽きることはなかったんですが、その後に子供死んじゃうんですよ。そうするとヤモメがですね、私に何の罪があるというのでこんなことされるんですか、こういうこと言ったんです。やはりこう自分が何か罪があってこういうことが起こっているというのはやっぱなってしまう。でもっと前に遡るとこのヤコブがいますが、ヤコブは、このヨセフを失ってしまったんです。
で兄が殺されたと言ってるけれどもどうなのかなっていうのはこう薄々分かっていてですね、ところが飢饉が起こってエジプトの方に食料があるということで行きなさいと息子たちに命じるんですね。けどベニヤミンは連れて行かなかったと。ベニヤミンに何かが起こったらまずいと。その彼はあのヨセフと同じ、ラケルから生まれた子だよね、弟ですね、ヨセフの子供です。で連れて行ったところが一人シメオンが帰ってこなかったんですよ。戻ってきたんだけどシメオンが戻って、いなくて、しかもですね次に行くときはベニヤミンを連れて行かなきゃいけないってこう言うんです。それでですねもうヨセフはヨセフじゃないやヤコブは耐えられたあのそのもう耐えきれなくなってこう言ったんですね。お前たちはすでに私に子を失わせた。ヨセフはいなくなりシメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが私に降りかかったのだ。こんな気持ちになりません？で英語で言うとね All things are against me って英語で書いてあるんですよ。 Against 敵対してるんだ、すべてのことが私にもう敵対してるんだというふうに、この訳すこともできいかがでしょうか。この時ヤコブが全く知らなかったのは自分に敵対している自分に全て歯向かっているように見えているそのものの出来事が実はその亡きて自分は死んでいたと思っていたヨセフに会う準備だったんです。もう皆さんね話を最後知っているから、むしろヨセフの方に近づけるための全ての出来事だったんですよね。なんだけど自分に敵対していると思ってたんです。このように神は味方であるならば誰が私たちに何が私たちに敵対できるでしょうという、この神様は主権者であられて全てのことを私たち愛する神を愛する者たちのために愛働かせてよきに働かせてくださっているのだから敵対しようがないんですね。32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。恵んでくださらないことがあるでしょうかって恵んでくださるわけですよ。でなんでこんなことをパウロが言ってるかって言ったら、ことかくこの貧しくなるということが十分にそのキリストを信じていく生活の中であり得るからです。で、パウロは事実それを、この通ってきました。キリスト者は貧しさから必ず免れるということではないんですよね。まあ、巷ではですね、こういう教えがあるんですね。このイエスを信じたらあなたは繁栄しますですね。豊かになります。だけどこのエペソ書をよく見るとですね、パウロは確かに豊かになると言ってるんですけども、牢屋の中で言ってるんですよ。天にあるすべての霊的祝福をもってキリストにあってあなた方を祝福しましたと言って、天からの霊的な物理的な話ですよね。それをこのパウロは言ってるんであって、貧しさから免れるわけでは決してないんです。むしろ信仰のゆえに迫害をされ、例えば職を失うという人たちもいたんですね。けれどもそこまでいかなくてもですね、迫害とまでいかなくても、私たちが主に捧げたいと願うときに生活の糧がどうなるかわからないというときに信仰によって前に踏み出るということが必要になることは多々あるわけなんです。どうでしょう、皆さんもそういうことを経験しません？日曜日にね、ガンガン働いた方が一番儲けるっていうことはよくある話ですね。とか他にも、例えば私の知り合いっていうか友達の人はですね、本当に、普通に仕事をしてすごく安定した生活があったんだけど、神様に本当に捧げていきたいと思ったから、こう聖書学校に行ってね、でその時に日ごとの家庭がどうするかっていう、こう悩み、不安が出てくるわけでしょ。けれども神様に捧げたいということで、そこも信じてね、
そしてこの聖書学校に学びに行ってるっていう人も、まあ、それザラですね。こういう話はたくさんあります。イエス様がこのことについてはマタイの6章の33節で、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますってこう言っていました。でパウロはここでちょっと待てよと、よく考えなさいと、御子を神は惜しまずに与えてくださったんですって。どうですか、何が一番神にとって大事かって言ったらご自分の独り子ですよ。皆さんの中で全財産があって息子がいて、どっちかを選びなさいと言ったらどうします。だから全財産が今からこの口座ね、口座が次見たらペーとかって見たらもう全部ゼロ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 ってなってね、通帳が。そして、なぜか自分の住んでいる家が担保に取られていて自分の所有ではなくなっているっていう状態と、全部は残っているんだけど一人息子が、一人息子っていうか長男でいいですよね。長男いらっしゃる方いますね。はい、残っているとどっちがいいですか。いや俺財産だよって言ったらちょっと問題なんですが息子ですよね。それ惜しみなく与えてくださった神がおられるんだから、御子と共に施さないこと、恵みを施さないことがあり得るでしょうかとパウロは言っているんです。このことを考えたらもう本当にもう他にもう付け足す必要ないんですが、けれどもですね、やはりこの貧しくなると、貧しいっていうか自分がこの経済的に不安になるとですね、やはり神そこでね、不安になってこう働くじゃないですか。で働いたりなんかお金儲けをしたりとかなんかいろんなことをしようとするじゃないですか。でそこにあるね不安っていうのはもうちょっとね、あなたは今の生活で満足しなさいって教えてる箇所があるんですよ。ヘブルの13章の5節と6節で、金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい、主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持って言います、主は私の助けて、私は恐れない、人が私に何ができるだろうか。見捨てられる、見放されるっていうね、このやっぱりこう経済の不安っていうのは本当にリアルですよね。現実的なものです。けれども主は決して見放さないよ、見捨てないよ、だから今あるもので満足しなさい。もちろん働かなきゃダメですよ。けれどもよく見てみるとですね、今あるもので十分与えられているということを多々発見するんですね。すごい発見します。大事なのはですね、私たちに恵みが十分にあるということなんです。キリスト者として持ってほしいこの経済感覚というものをこれからお話しします。別に私のなんかこう哲学的なものを話すんじゃなくて、まさに福音書に載っている話です。ペテロの家にペテロとイエス様がおられるときに、宮の納入金の徴税に来た人がいたんです。ユダヤ人は男性はですね、この決められた額を必ず払わなければいけなかったんです。でいたんですけど、払うお金がなかったんです。つまりね、彼らお金なかったんですよ。貧しかったんです。結構キツキツだったんです。税金払えるかなっていうような感じだったわけですよ。でその時にイエス様がペテロに、シモン、あなたはどう思いますか、地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか、自分の子からですか、それとも他の人たちからですか。ペテロは他の人たちからですと答えたんですね。そうするとイエス様が、ですから 子たちにはその義務がないのですって言ったんです。意味わかりますこれ。意味わかります。今宮の納入金でしょ、神殿ですよ、エルサレムの。だって俺そこの俺王様だよって礼拝を受けているこのお父さんの子供だもんだって。でお前たちも神の子供だからね、
一緒に何言ってんだよ、もう税金なんか払う必要ないんだよって書いてるんですよ。余裕しゃくしゃく、でもつまずかせないためにって言ってね、釣りしなさいって、ペテロが得意な釣りね、釣りにか、あのそこ目の前、ペテロの家ね、今遺跡に残ってるんですけど、あのカペナウムって目の前がもうガリラヤ湖ですから、うん、で行きなさいって。そしたらさ、こう網打ったらさ、魚取れたんだけど、その魚が銀貨ね、ちょうど同じ額ね、この2人分の額の銀貨がこう口にくわえていたんですよね。でそれそうしなさいと、そしたらそうなるからってイエス様おっしゃったから、その通り。でこれがね、私たちの姿です。私たち持っていないようで持っているんです。持っていないように持っている。でここがそれがパウロが言っていることで、彼も持っていないようだったんだけど実は持っているっていうね、これを皆さんがね、ぜひね、味わってほしいんですよですね。そして次いきますよ。33節で、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか、神が義と認めてくださるのですということです。私たちキリスト者がこの今の時代に生きているとですね、この受ける試練が、この訴えられる、告発を受けるということがあります。具体的に、訴えられることもあるでしょう。この迫害の中で訴えられるということは、この私たちの主イエス様ご自身がそうでありました。言われのないことで訴えられた、もうその何て言うかな、第一人者って言ったらいいでしょうかね、イエス様ご自身ですね。でパウロもそうでした。フィリピにおいて裁判を受けずに無知打たれました。物理的にこう訴えられてったわけなんですけれども、物理的でなくてもですね、いろんな形で私たちが訴えられます。信仰を持つことに対して、それがいかに悪いことであるかのように、そういうプレッシャーを、圧迫を私たちはしばしば受けます。でその訴えは巧妙でですね、こう何て言うかな、あの賭けがあるように見えることがあるじゃないですか。でそれをですね、拡大顕微鏡でこう大きくするかのように、もう上げつらうって言うんですか、日本語で、こうもうそれだけ取り上げてですね、いかにこの人が本当にとんでもない罪を犯しているかのようなですね、そのようにこう話を持っていくわけなんです。でこのような、この日頃からあるようなこう訴え、そういうなんか抽象っていうのかな、その古代解釈っていうのね、しょっちゅうあるじゃないですか。この背後に誰がいるか知ってますか。悪魔です。悪魔は抽象者なんです。黙示録の12章の10節で、こう言ってます、今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからであると。昼も夜も兄弟たちを告発している、訴えるもの、これ悪魔なんですね。竜とか言われている、呼ばれているものですね。この黙示録12章ですけれども、それが投げ落とされたとこう言っているんですね。サタンのこのやり方っていうのをね、この聖書に、鮮やかに書いてあります。ヨブがね、正しい人であったと聖書に書いてあります。ヨブ記のとこですね。正しい人で神を恐れる人だったんですね。そして神様が、サタンがやってきたので、お前何徘徊してるんだみたいなことを言って。そして、このヨブはね、本当に私が自慢するような人なんだと。正しいと神を恐れていると。こう言ったら、サタンがこう言ったんですね。一章の九節で、サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに柿を巡らせたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼のすべての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。まあ、ちょっとね、上手に読んだかな。神をそそのかしてるんですよ。
神をしてこの欠点に見えるようなことをあげつらってるんですよ。どういうふうに神ご自身がヨブに垣ですね、この垣根ですね、この彼の財産や家の周りのものですね、これをこの、悪魔とかその悪いものから災いからこの守られるようにしているんだってこう言ってるんです。でこれ事実そうだったんですよね。これ霊的に私たちも今家自分のことが守られているっていうのはですね、実は御使い天使を送ってくれたりですね、神ご自身が何かをしておられるとかして守られてるんです。だから彼は恐れてるんだと、神を。このように富が与えられてるから恐れてるんだと。神を恐れている人でをしてもですね、サタンは賭けを見つけることが簡単にできてしまってるんです。で続きを読んでいくとですね、友人、本当に心を持っている、ヨブに対して心を持っている友人がね、このサタンの中傷に加担しちゃったんですよね。彼がこれほどの苦しみを持っているということは、何か彼がとんでもない罪を隠していて、私たちの分からない罪を隠していて、それでそれを犯したからに他ならないというふうにね、こう言っているわけなんです。これ気をつけたいですよね。友人とてですね、このサタンの中傷に加担してしまうことがあるわけなんです。しかしそれに対して神はご自分で選ばれたものを義と認めてくださるとパウロは言っています。悪魔がどんなに神に選ばれた者の欠点を挙げつらおうとしても、神は恵みによって義と認めているんですから、それで決着がついてるんですよ。悪魔は義と認められた者に手を出すことはできません。でおそらくパウロがここで話している内容は、選ばれたものを義と認められているという内容ね、おそらくはゼカリア書の3章を彼自身思っていた可能性があります。ゼカリア書の3章、あんまり有名な話じゃないんですけれども、ゼカリアが見た幻がありまして、でそれはバビロン捕囚から戻ってきたユダヤ人たちが、神殿を再建しているんですけれども、ユダヤ人たちの指導者に、この、総督のゼルバベルがいて、そしてもう一人大祭司のヨシュアがいたんですね。でヨシュアがなんか汚らしい服を着ていたんです。そこにサタンが来てこの攻め立ててるんです。こいつはこんなことやって、このユダヤのユダの民族はこんな、国民はこんなことやって、うらーってこう言ってるんです。でそこで主の使いって書いてあります。主の使いっていうのは、この多くの聖書学者がイエス、受肉する前、この肉を持つ前のイエスご自身っていうふうに解釈します。で私もそうかなって思ってますけれども、主の使いがむしろサタンに対してお前を咎めるとこう言ったんですね。そして、ちょっと読んでみますね。3章の2節から、主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。逆に咎めてるんです。この者は火から取り出した燃え差しではないか。つまり救ったんだよと。神の裁きから救ったんだよと。そして、ヨシアは汚れた服を着て、主の前に、使いの前に立っていた。御使いは、だからこれ言った、これイエス様ご自身かもしれない。自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよ。つまり、祭服ですね。この神殿で、この使えるため の、 皆さん知ってますよね、エポデとかですね、このいろんな胸当てとかですね、それを着せようとこう言ったんです。素晴らしいですね。エルサレムを選んだ主がですよ、つまりこの彼らを選ばれた主が汚れた服を、汚れた服をですね脱がせて、
礼服です。そこは神の栄光と美が現れてるんです。キリストの正しさが現れてるんです。それを着せようとこう言ったんです。私たちがそのような者たちなんだということです。私たちの持っている汚れ、汚れ、これを全部神様はきれいにしてくださって、そしてキリストの義という栄光の輝き、この美をですね、美しさを私たちに与えてくださったんです。新しい服を着るように、イエス様の服を着るようにしてくださったんです。そして34節、誰が私たちを罪あるとありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇らせた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。33節は訴えるという言葉がありました。こちらの罪ありとする有罪ですね。先ほどは告発ですね。この裁判において告発されて、そしてここで罪ありっていうのは、あなたは罪がありますよと、この罪に定められたということになりますが、これも人たちが通ってきました。証のゆえに訴えられて罪に定められ、パウロも最後の最後にはこの死刑になったんですね。第二テモテを読むとそれがよくわかります。でですね、パウロがローマ人の手紙で論じてきたのは、私たちがキリストイエスにあって決して罪ありとはされてないということでした。8章の1節で、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。そしてイエス様ご自身がヨハネの3章の17節で、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると。裁くというところはね、罪に定めると訳すこともできますが、神がすでに罪ありとされていた私たちを救ってくださったんです。けれども苦しみなど、この不都合なこととかいろんなことが起こっている中で、クリスチャンたちはこうやっぱり考えちゃう。どうしてもね、それはなんか神様がまだ警察とか監督官のようにしていて、自分が犯した過ちがあったらそれを見つけて罰するために見ているみたいなね。でも世を裁くためではなくて、世を救うために来られた。私たちを救うために、私たちの主イエス様は死んでくださって、私たちがこの方の義を抱き、イエス様ご自身が罪あるものとされたわけです。でそれだけではないんですね。ここ読むと、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座についたと言っています。イエス様が蘇られて天に上げられて神の右の座に着かれたんですが、右の座に着いたという意味合いは何かというと、これね、こんな感じですね。ちょっとイメージ的に話しますよ。罪の清めを全部成し遂げられて、ああようやく終わったね、はってこうね座ってるみたいな感じです。意味合い的にもう全部終わったよ。で、俺に全部の権威がある、罪を許す権威持ってるんだからねって、もう清めたんだから、こんな意味合いがあります。ヘブルの一章の3節で、巫女は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に疲れましたって書いてます。右の座、神の右の座についているっていうことは、すべてを成し遂げて完成したんだと、罪の許しは全部終わったんだと、完了したんだということを表し、イエス様ご自身に罪を許す権威を持っているんだということが現れているんです。それだけじゃなくて、取りなしをしておられるって言うんですね。取りなしをしている。素晴らしいですね。ヘブルの7章の15節に、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、
ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますということです。私たちがこの地上において、私たちの方でも努力して最後まで初めに与えられた確信を持っていなきゃいけない。つまり、イエス様、私を信じましたと。信じたことを死ぬときまで、また戻って来られるときまで、イエス様が。私たちは最後まで確信を捨てないでいる。イエス様を信じ続けていくという必要があるわけですけれども、険しい道ですよね、その間が。信仰から離れたいという誘惑もある。つまずくかもしれない。けれども、私たちの主イエス様は、そうならないように、前もって祈っていてくださってるんですね。誰も祈ってくれる人がいなくても、神の右の座でイエス様が取りなしてくださっているんだということです。ペテロのことを思い出してください。ペテロに対してイエス様が、この取りなしをしたことを話している箇所があります。ルカの22章の30節で、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいということで、麦のようにふるいにかけたって分かりますね。ペテロがイエス様を3度も知らないって言ったんです。で、イエス様は他の箇所で覚えてますよね、私たちが人の子を、このキリストを知らないと言ったら、私もその人を父の前で知らないと言いますと言ったんです。だからペテロは3度も知らないと言ったんだから、もうダメ押しで知らないと言っちゃったんですよ、3度も。ということはペテロは神様の最後の審判のところでイエス様が知らないと言われて当然なわけだったんです。やばかったんです。しかし信仰がなくならないようにイエス様が祈ってくださったんです。なのでペテロは立ち直ることができました。立ち直って他の兄弟たち、つまずいてしまっていた兄弟たちを力づけることができたんです。ちなみにね、ちょっとずれるんですけれども、この頭でペテロの第一の手紙とね、第二の手紙、特に第一の手紙読んでても面白いんですよ。結構力強くね、こうしなさい、ああしなさいってこうペテロ言ってるんですけど、全部ね、よーく見るとね、彼が失敗したことばっかりなんですよ。でね、そしてだから彼はお前たちのこと分かってるっていう、私もそこ通ったんだっていうのを知ってて力づけてるんですよね。ということで、イエス様が取りなしをしてくださっているんですよね。なのでかな、35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。いろいろ問いかけて、私たちの魂に、これだったらキリストから離れてしまったと感じるようなものを取り上げました。敵対していくこと、ね、苦しみですね。苦難、苦悩か、迫害、飢え、裸、危険、剣。しかし、そんなことはないよと。論じていきます。この今ここに書いてあることがパウロは通っていったことなんです。実は第二コリントの11章の23節から28節、これね、何度となく説教の中で私は今まで、読んできたの で皆さん読んでこられたものですから、ここではあえて読みませんが、恐ろしい内容です。私はその10分の1を通っても、ちょっと心療内科か、精神科か、なんかちょっと病棟にいなければいけないほど、トラウマになるような内容であります。しかし、
キリストの愛がそこで切り離されているのかどうか、そうじゃないっていうんですね。まず苦難っていうのは、まあ、いわゆる一般的な苦しみですよね。イエス様もおっしゃいましたよね、これのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝ちましたと。で、苦悩というのはもっとこの心の中のことを見てるわけです。いわゆるストレスですよ。圧迫。皆さんストレス受けてますか、ね、苦悩って言ってね、苦難、苦しみの中で内側にも押し寄せてくるこの心理的なストレスですね。そして迫害はもうこのキリストの名のゆえに危害を受けて、裸危険剣、これね、パウロの時代においてはね、実際的な危険でした。覚えてますかね、あの良きサマリア人の話で、あの半分裸になってたっていうか、半殺しにされていたね。でこうね、あの服がね、結構ね売れるんですよ。服、あの皆さん着てる服、いろんなこんな汚い服、いやちょっと洗ってね、古着屋さんでもこれなんかあの今もあるけど、もっと貴重だったので当時の服は。で裸にされるっていうこともよくあったわけです。で剣ね、まあその金銭を奪い取ろうとして剣、殺されるっていうことも十分あり得るわけですね。36節こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされていますと。でこれ詩編の44編からなんですが、彼らが、このバビロンに捕らえ移された時に嘆いて歌った歌なんですね。あなたはこのエジプトの時に私たちを救い出してくださって、こうやってくださって、なのになんであなたは今ほふられる羊のようにみなしているんですかっていう、こういう嘆きをね、ここで教えているわけなんですね。で今パウロも似たようになっているんですが、こういう疑問に対してしかしと言ってるんですね。37節、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと。すごくないですか。外側は惨めに見えるかもしれない、敗北者に見えるかもしれない、いいえ、圧倒的な勝利者なんですね。単なる勝利者ではなくて圧倒的な勝利者です。英語で読むと More than conquerors って言うんですね。だから征服している者たちよりも、征服者よりももっとすごいんだよという、余裕しゃくしゃくの余裕がある勝利を、征服をしているこの勝利者なんですね。でこれどういう違いがあるかというと、この戦ってかろうじて勝って征服した勝利したのではなく、もう勝ちが決まっているんですね。あまりにも圧倒的に物量においても全てがね、あのもう勝敗が完全にも決まっている中で征服してっているというのが、ここで言っている圧倒的な勝利者なんですね。でこれをイエス様は言われましたね。私はすでに世に勝ちました、ね、世にあってあなた方は困難がある、苦難があるけれども、私はすでに世に勝ちました。キリストにある愛、キリストの愛にあって私たちはすでに勝利してるんです。なので圧倒的な勝利者で、しかしこれはこれらすべてにおいてもって言ってるんです。ここが大事ですね。キリスト者の勝利感というのは、これらのことがなくなることじゃないんですよ。そうではなくて、これらのことの中にあってもキリストの愛から引き離されてない、キリストの愛を持っている神の愛に満たされることができるという勝利なんですね。そういう勝利が与えられているわけなんですね。神の前に敵はないんですよ。キリストの愛というのはマジックなんです。あ、この前私あの何です、皆さんにナルニア王国の、ね、話をナルニア国見ようって言いましたよね。で自分で説教したもんだから、久しぶり何年かぶりにまたちょっと見ちゃったんですよね。そしたらね、ディープマジックって使われるんだよ。ディープマジック、
ディープ深いマジックね、魔術っていう、ね、まあその話の中に出てくるんですよ。何かって言ったらですね、その、魔女がね、ライオンを、アスランを殺すんですよ。ね。だけど罪のないものが殺すとね、罪のないものが逆死ぬと逆に復活するっていうマジックなんだよってね。でこういうことを後で明かすんだよね、ルーシーとかに。私たちの主イエス様の愛された愛はマジックのようなんです。でそのマジックというのは何かというと、最も恐ろしい罪、それは神殺しでした。人殺しではなく神ご自身を殺すという人間史上一番最悪のことを人間が行ったわけなんです。十字架ですね。それを全人類の救い、永遠の救いの手段にしてくださったんです。これが神様の愛です。これほど深く高い神の愛をあらん限りの表現を持ってパウロは、締めくくります。38節から、神はこう確信しています、死も私はですね、ごめんなさい、私はこう確信しています、死も命も御使いも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはね、ここで2つの極端をずっと言い続けるんですよ。対比して、まずは死も命も、死にあっても命にあっても神の愛、キリストの愛から引き離されないと。ピリピの1章の21節で、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。これリアルですよね。人が死んでしまうということに出会うときに、でも神は愛から引き離されないと。次に、御使いたちも支配者たちもって、この御使いというのは神に仕える霊のことです。ですね、御使い、天使ですね。で支配者って何かっていうと、これ悪い方の勢力なんですよ。堕落した天使って言ったらいいかな。でそれがエペソの6章の12節で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものですと。悪魔が悪魔にどんなに攻撃を受けても神の愛は引き離されることはないと。3つ目、時代ですね。今あるものも後に来るものも、今あるものでもそうだし、後にね、どうなるかわからないっていうのも、この後にあるものも全部神の愛から引き離されない。愛はいつまでも永遠に残るわけです。そして次が力あるもの、これはちょっと対比されてないですけどね、 この世にある権力もそうだし、 霊の中にある権力も、自然の中にある力、すべてを含めますね。で最後に5つ目、自然に起きる高いところ深いところです。どんなに深いところに行っても、どんな高いところに行っても、どの被造物もっていうことです。その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から引き離すことができないと。素晴らしいですね。世の終わりに、世の終わりっていうかね、天において賛美が行われています。でその幻というか情景を、克明に描いているのが黙示録なんです。でその中で被造物がイエス様を賛美している、礼拝している姿が出てきます。お読みします。5章の13節ですが、また私は天と地と地の下にある地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように。今この天と地と地の下と海の中にあるすべてのものが
神と子羊にって言ってました。子羊。つまり十字架につけられたイエス様ですよ。つまりキリストの愛ですよ。神のキリストにある愛ですよ。その愛を被造物全体が褒めたたいて礼拝してるんです。さっき歌ったよね。さっき歌いました。こんなすごい愛です。引き離されることはないんです。これで全て福音は語り尽くしましたと言ったらこの8章で終わっちゃうんですよね。黙示録じゃなくてあのローマ人の手紙って。ところが9章がありまして、9章の3節の後半にパウロが私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思ってますって。あれれれれれれ、引き離されるって言ったって今絶対に引き離されるものはないと言ったのに、引き離されてもいいと思ってるって何言ってんのこのパウロはっていうね、こうずるずるあらららららってずるってなっちゃうような話が9章以降に続くんですね。でこれ一体何かというと予告編ですけれども、パウロがずっとね気になってたね、こうなんていうのかな、あの皆さんもね、この魚食べた後ね、あのこうさあの喉に魚のちっちゃい骨がつく、ずっとねそれがね続きながらつっかえながらねこう話してたんですよ。ずっと何かというとね、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いを与える神の力です。ユダヤ人もギリシャ人もってずっとね、ユダヤ人もユダヤ人もって言ったでしょ。そのユダヤ人が多くの人が信じてないっていう現実があったんですよ。このひねりがあって、でそこは神の不思議な主権があるという、この主権について話していきます。神が固くなにするって人の心を、いやなんかここ難しいよねっていうところがあって、初めて福音の骨格を披露することができるんですね。ちょうど日本人は分かりやすく言うとですよ、アジア人の人に説教するときに、このね、僕はアメリカの人の説教たくさん聞くでしょ。でそこには出てこない説教の内容でね、でもね韓国の人とかでも出てくる説教、あと日本の人から出てくる説教でね、こうやってほしいんです。魚の骨の部分だったんですよ。背骨の部分、肉はうまいよね、でも骨がなかったら魚は食えないんですよ。今までは肉だったんです。骨の部分を学んでいきます。楽しみにしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に神の愛、キリストにある神の愛から私たちは切り離されないということを見ることができたことを感謝いたします。本当にこう言われてもやっぱり引き離されているのかな、見捨てられているのかな、本当に私はこと書いてるな、もういつもそう感じながら生活をしています。だからこそ神様、あなたはパウロを通して最後にこの言葉を残してくださったことを信じ感謝いたします。なので私たちは毎日毎日主の真実は変わりなく日ごとに新しくされているんだということを思い起こします。毎日毎日一瞬一瞬、私は見捨てられているんじゃないかなという思いに対して高らかに宣言します。圧倒的な勝利者ですと。神の愛は何者も私から引き離すことはないんだと宣言します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。激しいと
愛しておられる民を祝福し、御子にあって恵みを施し、あなたの平安で私の思いを超えるところの平安で守っていてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛、そして私に与えられた信仰希望によって常しえに守られるように、どうぞ主よ、永遠にあなたの皆が私たちと被造物を通して褒めたたえられますように、うん、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。